どうも、一応です。今回はシリーズラッキー、回したいと思います。はい、残すは覚醒入ってる、9、はい、これを引こうと思ってます。まあ、あとはですね、前回ラッキー、このなんだっけ、シリーズラッキーか、引いた時に回復が薄いところ引こうかなっていう話したんですけど、まあちょっと予定変更して、まあそれはリニューアルされた後でもいいのかなという気がしてきました。はい、なのでとりあえずは、今回は9の、どこだったっけ、9のシリーズラッキーを引きます。これだけで、はい、終わります。でね、あと狙いたいところは聖チェインと地属性チェインなんですけど、ちょっとどこに入ってるのかまだ下調べしてないので、まあ1の非化繊のチェインぐらいしかちょっとわからなくて、はい、なので下調べしてミスリルに余裕があったらそのチェイン狙いで、引こうかなと思ってます。はい、そんな感じかな。まあ余裕がなかったら、ミスリルに余裕がなかったら リニューアル後にまあ引こうかなという感じですかね。うん、まあとりあえずは今回はこれ、はい、一発引きたいと思います。いきます。はい、はい、せーの、よいしょ。さあ、ここでバッツ覚醒引ければね、嬉しいっすよね。バッツじゃねえや、ジタン名前間違えたから来ねえなこれ。はい、おお、いいんじゃないですか、いい引きじゃないですか。じゃスキップいきますか。おい、名前間違えたから来ねえよな。これなんだろう、あれ、これ見たことあるようなないような。よいしょ。まあ明らか時短じゃないっすよね。明らか時短じゃねえわ。よーし、はい、ビビレジェンドマテリア、これは持ってるね。あー、じゃあ持ってない、ニューになってるね。はいはいはい、開幕まとい、空に預ける大切なもの、いいんじゃないですかね。うん、セイレンの笛あー、これめっちゃ助かるわ。はい、英語結構使うんでこれめちゃくちゃ助かる。うん、そしてマーカス超絶、属性強化続いてますね。敵時間なしで敵単体に10連続強力な風毒属性、物理攻撃、一定時間風耐性レベル2段階ダウン、シーフアビリティ使用時に追撃スイフトポイズン、はいはいはい、敵単体に4回連続の風毒無属性、あー、いいんじゃないかな。え、結構強いんじゃない、弱体させつつ、弱体させつつ追撃、シーフアビリティ、あ違った、弱体させてからシーフアビリティを使うと、弱体してくれるとな。まあでも地属性の魔石はヘガトンケールクリアしちゃったから、まああとアダマンタイマイ、アダマンタイマイにこいつ使えるかどうかだよな。これ物理だしな。まあでも2段階ダウンはすごく美味しいですね。うん、はい、まあわかりました。はい、まあね、全部新規なんでね、ありがたいっすね。特にこの精錬の笛、これが嬉しい。うん、よしよし、早速習得させに行きたいと思います。さて、ミスリルが0になったんですけど、ノマダンがね、更新されたのでまたこもってミスリル回収しようかなと思ってます。うーん、他のシリーズラッキーね、シリーズラッキー、他のシリーズに関してはちょっとどうしようかなと思ってます。はい、まあちょっと、はい、ちょっとね、ノマダン凝らしながら検討したいと思います。はい、それじゃあ今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。